昭和天皇昭和天皇の戦争責任論は、1931年9月18日の満州受変勃発から1945年8月15日のポツダム宣言住宅による日本の降伏までの15年戦争に、対する昭和天皇の戦争責任に対する議論の、こと。敗戦後の連合国軍占領下での連合国からの極東国際軍事裁判における対外的責任に、 基づく訴追問題と日本国内における敗戦責任、戦争によって出た犠牲に対する責任の議論などがある。その責任の有無をめぐって肯定論、否定論ともに主張されている。終戦直後の南原茂は戦争責任について具体的に法律的、政治的、倫理的カテゴリーを区分した上で発言した。山折哲夫によれば戦後間もなくは 天皇の戦争責任が取り上げられ対すべきだという意見もあった。21世紀となってから畑井久彦は戦争責任は法律的、政治的、道徳的、刑事上的の区分があると発言した。東京裁判では昭和天皇が大日本帝国憲法の規定によって大日本帝国陸軍及び大日本帝国海軍の統帥権を有する国家元首。 かつ大日本帝国陸海軍の最高指揮官であったため侵略戦争を指導した国際法違反を昭和天皇が犯したとする法的責任があったと指摘を受けた場合に訴追対象になる可能性があった一方立憲君主制のもとに日本国民に対する政治的道徳的責任すなわち国民国家に対する多大の人的物的損害と 領土湿地などの敗戦責任を何らかの形で取るべきであったのではないかという議論があった。後者については旗によれば、昭和天皇は自らが退位することで責任を取る意思があったが、こちらも実現することはなかった。その後、同盟国であった第一次世界大戦敗戦後のドイツにおける帝政崩壊とは相違して、占領政策を円滑に行うための GHQ の意図もあり、 敗戦後も皇室は維持されることになった。昭和天皇は1947年5月3日の大日本帝国憲法改正による日本国憲法施行後も1989年1月7日に崩御するまで第124代天皇として在位し続けた。昭和天皇の戦争責任を追求する立場の人物が主張する説によれば、 戦争によって不幸な状態に陥れられた被害者全般に対しての責任があるとする考え方がある。この被害者には日本の民間人の被害者、軍人や兵士の被害者、日本が進出した中国やその他のアジア諸国の軍人や民間人の被害者、日本の残虐な扱いで犠牲になったアメリカ軍などの欧米諸国の軍隊の戦争捕虜を含む連合軍の 軍人なども含まれており、それらに対して天皇が責任を取らなければならないと主張している。さらに一部の人々は、アメリカなど欧米列強の被害者に対する責任は無視して、アジア諸国の被害者については責任を認めようとする考え方が情緒的なものではあるが一定の国民に共有されていると主張している。また、類似の意見として、 戦争時の敵国の被害者を完全に除外するが、結果的に日本が戦争に敗れ、また日本の軍人や民間人に多大の犠牲者を出したことについての責任だけを限定して認めようとする立場もある。このような考え方は東京裁判で裁かれた東条秀樹の陳述などに見ることができ、現在でも多くの日本人の共感をかじえていると主張している。 ただ、東京裁判の被告人として、有名な東条秀樹は連合国側に与えた被害を無視すると主張してはいない。また、昭和天皇の戦争責任については認めていない。昭和天皇の戦争責任の追求には、否定的な立場の人物が主張する説によれば、昭和天皇は立憲君主として、君臨すれども統治せずとの立場を貫いたのであり、戦争責任は、 昭和天皇を保筆、または威悪上層した政治家、軍人らにあるとするものである。また、昭和天皇の戦争責任の追求に否定的であるとともに、政治家、軍人らの戦争責任も否定する立場の人物が主張する説によれば、昭和の戦争を日本が独立国として存続するための自衛戦争、あるいは、 西洋帝国主義諸国の植民地主義と戦って過酷な支配のもとにあったアジア植民地を欧米列強から解放するための戦争であったと主張し戦争は天皇がもっぱらアジア諸国の侵略を目的として起訴したものではないと主張している。これに対して昭和天皇の戦争責任を追求する立場の人物は戦後の国際的な冷戦体制によって アメリカ合衆国を中心とする資本主義、自由主義陣営の西側諸国が日本の共産化を阻止するため侵略戦争に加担した日本指導層を戦争責任を追求せずに政財界に復帰させた逆コースによって天皇の戦争責任の追求が今でも阻まれていると主張している。これらの人々は1990年代頃に顕著に なった自由主義士官といった議論や運動は、この流れに沿ったものであると主張している。戦争当時の日本では、国家主権は天皇に帰属し、日本国内でも、外国でも天皇は、日本の元首であり、最高権力者であると認識されていて、戦争をはじめとするすべての政治的な決定は、天皇の名の下で下され、遂行されたという歴史的事実から、 天皇に戦争責任があったとする主張がある。極東国際軍事法廷では天皇は起訴されなかったが、裁判長のウィリアム・ウェブは個人的な意見として天皇の戦争責任を言及した。ウェブはこう述べて天皇には戦争責任があるが政治的配慮によって起訴されていないことを明らかにした。また天皇自身も戦争責任を意識している節は、 各種証言や手記によって確認されている。ポツダム宣言受諾の際の一条件をめぐる回答や、戦後に対応を望む意向を示したことなど。天皇の戦争責任を問う声は、敗戦直後からすでに緩やかな形で存在しており、三好達治は、人間宣言した天皇について、神にましまさぬ陛下は、人の子として世の中の道理にお従いになるがよろしいと述べ、 人としての責任を問い、アメリカから帰国した大山イクオは天皇の退位を論じた。1948年の中央公論賞は23年7月号に大山イクオが寄稿した戦争責任と天皇の退位では、それは単純に個人道徳上のそれにあるに留まるものではなく、さらに政治道徳上の責任にわたるものだと思うと書いている。山田明は、 戦争指導の責任を追求する時期や体験としての戦争を語る時期を経て侵略性告発を伴う加害性責任が問われるようになったがこの時代にはまだ天皇の責任は問われておらず天皇の責任を問うたのは井上清の天皇の戦争責任が行使であったと書いている井上清の主張は次のようなものだった 昭和天皇が死去した1989年1月7日、日本共産党が天皇裕人は侵略戦争の最大かつ最高の責任者とする中央委員会声明を発表している。2005年5月8日に、菅直人は出演したテレビ番組で天皇期間接的に動いていたから、直接的な責任はないが、象徴的な戦争責任はあり、退位することで、 戦争責任を明確にするべきだったと述べた。より具体的に昭和天皇の具体的な意識と判断を含めて責任を追求する声もある。昭和20年2月14日にこの絵文丸元首相は敗戦を確信して天皇に上層文を出し敗北による早期終結を決断するように求めたが天皇はもう一度敵を叩き日本に有利な条件を作ってから の方が良いと判断、これを拒否したという。このことは、少なくともある局面では、天皇が、能動的判断で、戦争の継続を選択していることを意味するともとれ、またこの時の判断次第ではそれ以降の敵味方の、損害はなかった可能性をも示す。つまり、この時に天皇がこれを受け入れていれば少なくとも、沖縄戦や広島、長崎の被爆はなかったはず、というものである。 外交評論家の加瀬秀明も終戦時の昭和天皇の態度について、要は天皇以下当時の指導者たちには国民に対する責任感が全くなかった。この無責任な人間としての心を失った姿が戦後日本の狂いの始めであると思う。苦境に際して己の責任を回避して、他に責任を転嫁、己の生き残りを優先する、迷惑をかけた人々に対し、 何らの責任を取ろうとしない。この無責任体制が今日の日本をもたらしたと言えないかと述べている。大日本帝国憲法では天皇には拒否権のみが存在し、実際の意思決定や政策立案は内閣と帝国議会によって行われていたとする意見があるまた、当時の大日本帝国憲法では天皇の政治的無党席が規定されているとする意見がある。しかし、 君主無投責の規定による戦争責任からの逃避は第一次世界大戦ではベルサイユ条約でドイツ皇帝ビルヘルム2世が退位後ではあったものの全皇帝として戦争責任を問われたことがあり国際法上訴追の可能性が全くなかったわけではないまた東京裁判でも君主無投責論が公式に利用されることはなかったまた上記に列挙した 戦争責任について、日本には戦争に対する責任を負うべき事実が存在しないから、天皇の戦争責任自体を問うことが説問として成り立たないとする意見がある。また、国としての損失という面から考えると、当時の日本の主権者は天皇であり、その最大の被害者は天皇自身であったとする意見もある。また、天皇は日米改正を論議した。 午前会議の最中に改戦に反対したとする意見もある。昭和天皇はダグラス・マッカーサーとの会見で戦争責任は日本国民にではなくすべて自分にあると述べたとされている。ただし、サンフランシスコ講和条約において天皇が自国の戦争に責任を負うべきものがあることを承認するという条項はない。戦後、 日本の戦争犯罪を裁いた東京裁判では昭和天皇を訴追する動きもなかったわけではないが早い時期にそのような動きは撤回され天皇は裁かれないことになったまた戦争直後には昭和天皇が退位するという選択肢も全く検討されなかったわけではないが実際には戦後の民主的な選挙によって構成された国会によって 日本国憲法が制定され、大多数の国民の支持を得た上で、昭和天皇は天皇の地位にとどまり、戦後の象徴天皇制が始まった。これに対して、昭和天皇の戦争責任を追求する立場の人物は、これらの一連の措置は、アメリカによって行われた非民主的な措置であり、昭和天皇の戦争責任を歴史的な研究課題として今日まで、 未解決のまま残した決定的な原因であるとしている。しかも、この措置は戦争責任に関する議論によって決定されたものではなく、多くは冷戦に向かう戦後政治の中で日本を西側陣営に引き込もうとするアメリカなどの西側連合国の政治的な動機により取られたものだったと強く主張している。一方、昭和天皇の戦争責任を追求しない立場の 人物はアメリカによって行われた合理的な措置であり、戦後日本の民主化への移行をスムーズに導いた要因であるとしている。この措置は日本国民に根付く天皇の伝統文化的な価値観と誇りを破壊することによって生じるであろう。多大な悪影響と混乱を回避し、民主化達成後の日本国民自らがその価値観を象徴天皇という概念として受け入れるための 意識改革にとって適切な思考期間を与えた成功例であると主張している。仮に昭和天皇が先般として処刑されていた場合、あれほど日本国民がアメリカの占領政策に協力したであろうか。それだけではなく、現在の日本人の価値観、思考など様々な点で異質の民族性を生み出していた可能性が指摘されている。このように、 昭和天皇の戦争責任を追求する立場の人々は天皇の戦争責任は戦後における未解明の問題として残されていると主張している。また、これらの人物は戦後の日本で昭和天皇の戦争責任を追求することは禁じられており、何者かの強い圧力によりこの問題はタブー化され、その傾向はますます強まっていると主張している。その根拠として、 1988年に天皇の戦争責任について市議会で答弁した長崎市長、本党等が銃撃された事件等がその証拠であると主張している。一方でこれらの討論などは法律などによって規制されているわけではない。つまり日本人が昭和天皇の戦争責任の追及をタブー視してタブーがあると主張する天皇の戦争責任を追及する。 立場の人々が否定的に見られるのは大半の日本人が天皇の戦争責任に対して否定的な見解である少佐であるとみなす論者もいる。1988年12月に長崎市議会で本党党長崎市長が天皇の戦争責任はあると思うと発言した問題は大きな波紋を呼んだ。日本全国からさらに国外からも多くの封書。 はがきなどが寄せられ、それらをまとめた書籍も発行された。長崎市長への7300通の手紙は、1988年12月8日から1989年3月6日まで市長宅に届き、そこから編集部に送られたはがき、封書、電報、電子郵便の合計7323通が収録されている。その内容については、 市長を激励する者が6942通、批判、抗議する者が381通で、圧倒的に市長が支持されている内容となっている。ただし、本当市長を支持する内容がすなわち、天皇の戦争責任を認めるものとは言えず、例えば、その行きに感銘したという論子のものや、反対勢力の暴力的、同活的な行動への、 批判を表明する者なども参見される。しかし、自分の体験などに言及しつつ、市長の発言に支持を表明する者も,も数多く収められている。連合国のイギリス、オーストラリア、ソ連、中華民国は、昭和天皇の戦争責任を追求し、一部は死刑にすべきと主張していたが、マッカーサーの政治的判断で追走を免れ、イギリスも第一次世界大戦で、 ドイツの皇帝ビルヘルム2世を追放したことが、独裁者、アドルフ・ヒトラ総統の誕生とナチスの対等を、招いたとして、昭和天皇を占領管理の道具に利用すべきだと主張した。具体的には、昭和天皇をアメリカ軍の捕虜として管理し、さらにその捕虜を通して、内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命に関与し、 内政干渉するという計画書が策定された。一方で、イギリス、オランダ、中国の各国世論大半からは、昭和天皇を憎悪の対象として見られた。1971年に昭和天皇がヨーロッパを訪問した際、ベルギー、フランスでは、歓迎を受けたが日本と交戦国であった、イギリス、オランダでは、昭和天皇に憎しみを持つ退役軍人からの抗議に、 イギリスでは馬車に乗っている最中に天皇は帰れ、と抗議を受けた。イギリスの場合、大衆史のザさんは地に染まった独裁者として昭和天皇の写真を掲載し、昭和天皇をバッキンガム宮殿から VIP 待遇を受けた地に染まった独裁者たちとして特集していた。体操の例の際にメディアでは昭和天皇の戦争責任を問う報道があった。 オランダでは昭和天皇が乗車する車に卵や魔法瓶や手植え内を投げるほど反日感情が根強く昭和天皇が在位中の1986年のベアトリクス女王の日本訪問はオランダ国内で反対を受けたアメリカでは戦争終結直前の1945年6月29日に行われた世論調査によれば 昭和天皇を処刑するべきとする意見が33%、裁判にかけるべきとする意見が17%、終身刑とすべきとする意見が11%であった。1975年に訪問したアメリカでは、自重庁入江省政によると、天皇に対する激しい憎しみをあらわにした、アメリカ人もいたといい関係者を悩ませたものの、歓迎ムードであり、後にディズニーランドにも訪問した。 また、昭和天皇は、アメリカ兵儀聖者の慰霊碑に訪問して、アメリカ人を喜ばせている。しかし後に、ハーバート・ビックスは、著書、昭和天皇において、昭和天皇が戦争に、積極的に関与したという主張を提示し、論争を引き起こした。ありがとうございます。